こんにちは、ちかです。今日はビンコムプラザフエの前に来ております。フエね、田舎だと思っていたのでこんなに大きな商業施設があってびっくりです。観光客の方にとってもね、便利だと思います。私もね、初めてこのビンコムプラザ行くので、今日は中回りつつ撮影してどんな感じなのか少しお見せできたらいいなと思います。観光客の方も必ずこの辺り来る場所だと思うので、いつも通りね、食べ歩きしていくつかいいお店も紹介できたらいいなと思います。ということで今回はビンコムプラザフエを見学して、その周辺で食べ歩きしていきましょう。では早速行きましょう。この辺りはね、めちゃめちゃ大きな道路ですね。では早速渡るんですが、こんなに大きな道路なのに信号がありません。おー、急げ急げ。このビンコムプラザはビンパールホテルフエも併設しているので、すっごい大きな施設ですね。また泊まりに行きたいなと思います。はい、ではまずこの辺りにね、外国人観光客にめっちゃ人気で口コミがいいお店があるので、実力を確かめに行ってみたいと思います。はい、こちらですね、案内が出ております。コジーレストランというね、いかにも外国人用みたいな名前なんですが、どうでしょうか。結構ヘムの中ですね。ほい、こちらみたいです。開いてるのかな。では行ってみましょう。ほい、まずは1品目の揚げ春巻きとビールが到着しました。初宇田ビール、フエのビールですね。ほい、はい、では乾杯。美味しい。炭酸が結構強い感じのビール。美味しい。サイゴンビールより美味しいかもしれない。ウダビール。では、揚げたての揚げ春巻きをいただきます。これはね、豚の揚げ春巻き注文しました。なんとこれだけあって200円。これピーナッツソースだけど、これつけなくってもこの中身だけで味ついてる。美味しいな、この揚げ春巻き。春雨が入ってるけど、これが韓国のチャプチャみたいな味がしますね。醤油が結構配合されてるのかな。しっかり味の春巻きですね。で、2杯分しかなかった。330ミリなので1缶と一緒ですね。ビールが進む。美味しい。春巻きとビール最高ですね。春巻きとビールだけでもいいかもしれない。お肉もいっぱい入ってて安いとは思えないクオリティ。このね、感じの雰囲気だと絶対高いと思ったんですけど、安くてびっくり。ビールも1杯17,000トン。はい、2品目到着しました。チキンカリーフエです。めっちゃでかい。ここのボリュームが半端ないです。一人分とは思えない。こんな65,000ウォン、これは300円くらいで、こんな感じ。もちろんご飯もついてきます。超山盛り、具沢山。めっちゃいっぱい入ってる。じゃあこんな鶏に人参に芋玉ねぎ、たくさん入ってますね。もう鶏がやばい。鶏めっちゃ入ってる。では鶏さんをいただきます。めっちゃ美味しい。美味しい。これはあんまり辛すぎなくって、どっちかっていうとスープカレーみたいな感じがして食べやすいですね。なんかベトナムの普通のベトナムカレーに比べると甘くないので食べやすいですね。普通ベトナムカレーは
パンか分なんですが、ここは珍しくご飯がついてきますね。うん、日本のカレーとは程遠いけど、ベトナムのココナッツミルクの強い感じのカレーではないですね。もちろんそういう味もするんだけど、すごくね、食べやすいあっさりとしたカレーです。うん、それにしてもボリュームが半端ない。こんな感じでかけて食べてみます。うん、これはね、普通にここのお店ボリュームがすごいので一品で十分だと思います。うん、お芋も2種類入っていて、さつまいもとじゃがいも2つ入ってます。普通ね、ベトナムカレーはさつまいもだけのことが多いんですけど、やっぱり東南アジアの香りのするカレーなので、このベトナムのパラパラライスが合いますね。やっぱりこういうお店ってなんか残念なことが多いんですけど、ここボリュームもあるし値段安いので全然ありだと思いますね。口コミがいいのもわかる気がする。オーナーの方かな、店員の方もすごく親切で英語も流暢なので、観光客の方にはね、もってこいのお店だと思います。春巻きもね、カレーにつけてみます。うん、おいしい。今日はね、できるだけ観光客の方でも入りやすいようなお店を選んでいきたいなと思っております。今向かっているのがちょっとね、変わったコンセプトのパン屋さん、ベーカリーになるんですが、そちらに入ってみたいなと思います。こちらに綺麗なホテルがあって、このね、すぐ向かい側の方に目的のお店あるみたいです。こちらですね、ちっちゃめですが、すごく可愛らしいお店です。パンのいい香りがする店内ですね。パンがたくさん並んでおります。値段もね、そんなに高くないですね。一番高くても4万ドンくらい。クロワッサン1つ100円です。いつもはね、ここにケーキ並ぶみたいなんですが、今日は全然ないです。2階席にやってまいりました。2階もね、ちっちゃいんですけど、すごくね、可愛らしい店内です。テラスに行きましょう。ほい、到着。こちらがラテ、こちらチョコバナナクロワッサン、奥がアップルパイです。まずはラテから。あんまりラテアートは綺麗じゃないけど。味は美味しい。ミルクとコーヒーの割合がちょうどいい感じの美味しいラテ。で、このレストランは何が変わっているコンセプトかっていうと、ホーチミンに風雲来というお店が昔あったと思うんですが、観光客の方にも有名で、私も観光の時に行ったことあるんですけど、あんな感じで孤児の方を集めて、その孤児の方たちがシェフとしてここで見習いシェフで修行をされて、まあ、5つ星ホテルとかいいホテルに就職されるっていう、そういうコンセプトのもとやられているお店みたいです。なので、こういったね、ペストリーとかをその孤児の方がシェフとして作っていらっしゃるみたいです。味はどうでしょうか。食べてみたいと思います。まずはアップルパイを。そういうコンセプトだからなのかはわからないんですけど、こういったお店にしてはね、何でもね、安いと思います。パンも一つ2万ドン前後とかなので、これも2つともね、2万2000ドンですね。100円です。ではいただきます。ちょっと味は薄めだけど、さっぱりしてて美味しいですね。甘すぎないアップルパイって感じかな。まあ、あとはアップルがごっつくボンっていう感じで入ってるわけではないので、どっちかっていうとアップルシナモン、シナモンが強めの味がしますね。ホテルに就職するために修行しているみたいな感じらしいので、上品な味がするパンですね。ローカル店に売ってあるパンとはちょっと違いますね。
うん、はい、続きましてバナナチョコクロワッサン食べたいと思います。チョコバナナだとね、何でも美味しい説がありますが、どうでしょうか。うん、チョコバナナの香りがする。こんな感じですね。チョコバナナが入ってます。では、うん、美味しい。ベトナムのスイーツ系、パンとかもそうだけど、すっごい甘いのが多いけど、全然甘くないですね、本当に。すごくさっぱりした味がする。ベトナムはすっごい甘いデザートが多いので、ここにね、普段ケーキいっぱいあるみたいなので、ケーキがあるときにまた来たいですね。うん。ここでね、修行されているシェフ、羨ましいですね。私もしたいくらいです。うん。美味しい。これが作れるようになったら嬉しいですね。フエに来てね、フエ料理ばっかり食べて飽きちゃったっていう方は、こういうお店に来るといいかもしれないですね。うん、うん、ここら辺はホーチミンで言うと本当にドンコイ通りとかその辺りぐらいセンターになってくるんですけど、こういう感じのお料理がすごく安いっていうのがね、フエらしいですね。ベトナムのホテルレベルは全然あると思います。うん、ほい、それでは最後はベトナムスイーツ代表のチェーのお店に行きたいと思います。フェはね、チェーも有名らしくって、たくさんのチェーのお店があるんですが、今向かってるのは多分フェで一番有名なお店です。めっちゃね、ローカルのお店ではあるんですけど、観光客の方にも人気のお店らしいので、行って紹介したいと思います。この辺り、あ、ここですね。チェーヘムというところです。本当にヘムの中にありますね。おい、こちらですね。行きましょう。ほい、チェー到着しました。右からココナッツ餅のチェー、真ん中が果物の盛り合わせのチェー、左がバナナのチェーです。はい、ではチェー三種いただきます。どれから食べるかな。これがね、ちょっと温かいので、こちらからボロリュアっていうココナッツ餅みたいなやつですね。おいしい。白玉団子の中にココナッツの果実のコリコリが入っているチェーですね。うん、あんみつ食べてるみたいな感じ。このね、外側にあんみつのシロップが浸されているって感じですね。おいしい。もちもちとコリコリを楽しむチェーですね。おいしい。このチェーはね、癖がないので誰でも食べやすいと思います。ではお次はこちらから。これはね、バナナのチェーですね。バナナと中にね、いっぱいちっちゃなタピオカが入ってます。で、上に、なんだろう、これココナッツミルクのソースがかかってるのかな。いただきます。うん、これめっちゃ美味しい。これはね、誰でも食べれると思うというか、みんな好きだと思います。バナナが嫌いじゃなければ、すっごいね、食べやすい。いっぱいちっちゃいタピオカが入ってますね。うん、バナナにココナッツミルクの味が加わっているっていう、本当にシンプルな感じ。うん、チェーはね、日本人からしたら変な組み合わせみたいなのがある。昆布みたいなのが甘くされてるのとかあるから、そういうのはちょっと手出しづらいかもしれないけど、このバナナのチェーとかはすごい食べやすいですね。うん、続きまして最後にチャイカイという、まあ、果物の盛り合わせですね。上の方にココナッツクラッカーみたいなのが乗ってますね。どんな味かな。フルーツポンチみたいな感じでしょうか。うん、美味しいけど、フルーツポンチと思って食べたらちょっと変わった味がしますね。なんだろうこれ。フルーツはね、ドラゴンフルーツとパパイヤとスイカとパイナップルとかが入ってるのかな。あと奥の方に、なんだろうこれ、よくわかんないフルーツとかも入っております。ロンガンかな。
あ、わかんない。これが結構この汁の味を占有しているって感じかな。なんだろう、干し柿みたいな、干し柿に似たフルーツ、なんだろう。美味しいけどちょっと変わった味がします。よくわかんないフルーツとかもいっぱい入ってて、フルーツポンチとはまた違う、アジアンフルーツポンチって感じですね。うん、全部ね食べやすいですね、美味しい。一番優勝はこれ、これが美味しい。バナナが、バナナが多分誰でも食べやすいと思います。うん、多分バナナはこれをね入れても美味しい。白玉とタピオカ、チェータッカムっていう全部ね混ぜ混ぜのやつもあるくらいなので、多分こういうの混ぜても美味しいですね。今日頼んだ3種を全部混ぜ混ぜにしたチェー。チェーはね欧米のデザートに比べると罪悪感のないヘルシーな味がしますね、全部。ここのチェーン美味しいので、チェーが好きな方はぜひ行ってみてください。はい、ということで今回はビンコムプラザフエに行って、その周辺で食べ歩きしてみました。今回はセンターだったので観光客の方に人気のお店たくさんあったんですが、フエは観光客向けといっても安くてクオリティの高いお店がたくさんあるので本当に優秀だと思います。フエはね遺跡巡りだけじゃなくてこういったね食の楽しみもあるのでいい街です。ということで今回の動画も少しでも楽しんでもらえましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。